えお疲れ様です。ワールドカップで盛り上がっているところ、岸田総理がサッカーワールドカップのコスタリカ戦に声明を出されました。このように記事は綴られております。岸田文雄首相は27日よりサッカーワールドカップのコスタリカ戦で敗れた日本代表に、次の戦いへ向けての励ましの言葉を送った。自身のツイッターに、まだ次がある。スペイン戦での勝利を期待していると投稿したと。で、同時にですね、 惜しくも勝ち点を積み上げることはできなかったが、監督、選手の皆さん、スタッフの皆さんの牢をた,たいたいということでございましたが、まあ次があるっていうのはね、多分岸田総理ご自身の、まあ成人風景に関して言われてるんではないかなと思います。まだ次があるって、もう次はねえよという感じでございますけどね、増税した挙句、去っていく、まあそれがオチなんじゃないかなと思います。これによってですね、我が日本、国民、ますます貧しくなっていき、そして分断は深まり、 一体俺たちは何をすればいいのか途方に暮れているところに中国勢力がやってくるというね構図でございます、はい、ではご愁傷さまでございましたお疲れ様でございます